昨日から東京都立川市で行われている王将戦七番勝負の第4局、偉業達成に臨む藤井聡太八冠に菅井竜也八段が挑んでいます。先に4勝した方がタイトルを獲得する王将戦はここまで。第1局は120手で藤井八冠の勝利。第2局、持ち時間を1時間以上残し113手で藤井八冠が勝利。第3局、こちらも持ち時間を1時間ほど残し94手で藤井八冠が勝利しています。ここまで3連勝で第4局を迎えたんです。それほどもスコアは意識せずに、これまで通りの気持ちで臨みたいと思っていますし、そうですね、初戦、そうですね、2日戦の対局になるので、一手一手しっかり読みを入れていきたいと思います。2日目を迎えた今日、勝利すると4連勝でタイトル防衛。タイトル戦で初挑戦から負けなしの20連覇となります。大山康晴15世名人が持っている歴代最多記録を上回り、およそ60年ぶりに新記録を打ち立てることになるんです。午前のおやつはともに2種類のミニたい焼きと金の抹茶アイスラテ。昼食は藤井八冠がラム肉の炭火焼き、菅井八段がカジカだしのラーメンでした。対局は現在藤井八冠の優勢と見られています。もうすぐ決着すると見られています。